ハバミコさんショッピング見て PC 買ったよ。え、なんかさ、めっちゃさ、売れていたらしいよ。嬉しいな。なんか案件時にさ、案件先に喜んでもらえるのってめっちゃ嬉しいよね。しかもめっちゃ安くなってたからね。びっくりしたわ。HP さん大丈夫かな？ほんとだよね。ミクチモデルもなんか欲しい。え、わかる。ミコね、ミコね。まだ完成してない夢で。まず、加湿器を出したいの。こすられまくってるさ、あの加湿器。やはり加湿器ミコモデル出したいんだよね。誰かお願いします。シャープさん。謎しい。いや、そう、7月はね、お仕事多くて、なんか時間がコロコロ変わっちゃう可能性もあったりとかするんだけど、できるだけ帰ったらね、配信できるように、とは思ってるから。うん。いや、この時期外大変。いや、ほんとだよ、みんなも暑いのよ。どういうこと？なんでこんなに暑いの？ほんとに暑いよね。ムシッとしてるよね、夜でもさ。みんなもね、気をつけてね、熱中症とかさ。いや、ミコはね、言うてさ、そのスタッフさんにも優しくしてもらってっからさ、ミコさんずっとあの、その外で待機でとかじゃなくてさ、ミコさん、その日が当たらないところで休んでてくださいね、みたいな感じでさ、やってくれたりするのだから、申し訳ない、申し訳ないっていう感じになっちゃう。優しいんだよね、みんなね。なんか今年ね、すごいお仕事がいっぱい増えた分、スタッフさんとも、マネちゃんだけじゃなくて、いろんな部署のさ、スタッフさんとかともさ、関わることが増えたんだけど、みんな優しいの。本当にこれ。なんかいい人たちが多いんだよね。恵まれてんだよな、環境に、ミコって、すごい思う。今のマネちゃんとかもね、そうでさ、そう、昨日ね、七夕のさ、企画やったじゃないですか。その時に、マネちゃんに、今の新しいマネちゃんに、なんか、お願い事くださいって、軽く言ったの。そしたらね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13個送ってくれた。真面目なんだよね、今のマネちゃんもさ。でね、その中にね、ミコさんも、私も、エリマネ先輩に、今年一年よく頑張りましたと言ってもらえますようにって書いたんでさ、ちょっとほろっと来たんだよね。頑張ろうねって。で、その中に、ミコさんがベッドで寝ますように。ミコピーがお財布を大切にしながら、ミコさんと楽しく過ごしてくれる一年になりますように。ミコさんが今日やるって言ってたタスクを提出してくれますように。一番上にね、ミコさんのお休みを一日でも多く作れますようにって、かっこその日に私も休む。ほんとだよ。やったっていいじゃん。もろもろいろいろ書いてました。ちょっと面白かった。ミコ、マネちゃん休ませてあげてよ。ミコだって休ませてあげたいけどさ、大変なんだよね。だから、今日のタスク頑張るね、マネちゃん。見てるかな？